ピッケルなんですけど、一応絵に描いてある2種類のピッケルがあって、タイプとしては、まあ、目的によって違うんですけど、タイプとしては2種類まずカテゴリー分けされていて、左側のピッケルはこういう形状をしている。でもう一つで曲がってる方のピッケルはこれになるんですけど、まあ、こういう形状をしていると。もう大きく分ければこの2種類、使う目的が違うんですけど、その前にちょっと呼び名というか名称、各部名称ということでちょっと書いていっていただきたいんですけど、まずこの先のこの A の部分、これをピックと呼んでいます。いろいろドイツ語、英語、日本語ってあるんで、その中で呼びやすいのを多分みんな呼んでるんだと思うんですけど、ピック。 B のところ、これはブレードと呼ばれていると。この両方 A と B のここの部分、ここ全体の部分をヘッド、まあ、ゴルフのクラブとかでヘッドですよ。一応このピックとブレード、でもあまりヘッドとかっていうのはあまり呼ばれないかな。で C の部分っていうのが、これはシャフトです。だからゴルフと同じですよね。で D の部分っていうのは、まあこの辺握りやすいこの辺の部分をグリップ、これは今ここにラバーがついてるんですけど、ラバーがついていないタイプもあって、それでも大体まあこの辺はグリップ握れって言ったら大体この辺になると。 E の部分っていうのはこの先のちょっと尖った鉄のパーツなんですけど、これを石突き、スピッチェとかいう、呼びにくいからみんな石突きだから、ここだけ日本語なんですよね。昔のおじさんたちはここ石突きと呼ばれています。で昔はピッケルは夏も冬も使っていて、要は年中山に登るときはもう必ず持っていって、夏場の登山の時なんかは要は杖代わりに使ってたので、その石を突くから石突きと呼ばれてるんだと思うんですけど、一応そんな感じですね、呼び名ね。流れ止めって言って、こうこのピッケルをですね、急斜面で手離すと落っこちていってなくしてしまうので、そうしないためにつけるのを流れ止めとかリーシュコードとか言っているものがあります。今はリーシュコードっていうのも専用のやつがいろいろ売られてたりとか、1000円とか1500円とかで売られてたりとかするんですけど、クライミング用のスリングを使ってそのリーシュコード的なものも作れるので、カラビナとですね。で作り方なんですけど、長さが120センチのスリングに結び目を作って、でこれをですね、これ僕は30センチのスリングをつけてて、ただこうやって持ってるだけなんですけど、こうやって楽なんですよ、握ってなくてもいいから。で必要な時にこう握ればいいだけなんで、まあ、ここにグローブとか厚手のグローブとかしてるんで、でずっとこう握ってると結構冷たくなってくるんですよね。結構鉄って冷やされるんで冷たくなってくるんで、あんまり強くこう握らずに持てるのはこういう持ち方になるので、こうやって使ってるんですけど、でこれを例えば120センチのスリングをつけると、スリングって簡単にカラビナとか使わなくてもこう連結していけるんで、こうやってつけるとですね、例えばこうやって使わなきゃいけないような時も、これちょっと位置が、これがある分か、これ結び目を変えれば自分の好きな位置にこう結び目を作ればいいんですけど、手首とかにつけてるとピッケルをですね持ち替えたりとかする時に、いちいちこれも変えないと使いにくかったりとかするんで、それもめんどくさい時は肩にタスキ掛けにして、でここにカラビナをつけておいて、でこの先をカラビナに留めておけば、これで一定話もなくさないし、持ち替えも簡単にできたりとか、使い方ができるという感じで、まあスリングを使えば別にリーシュコードいらないし、このスリング自体いろいろな面で使えるので、最近はもうリーシュコード、このピッケルにもついてなかったりとか、もともとね標準でついてなかったりとかするものがあったりとかして、こうやって使うような感じですね。このリーシュコードっていうのは賛否両論があって、これない方がいい時もあるんですよね。例えば雪崩とかで巻き込まれた時に、自分は逃げようとしてもこいつが巻き込まれていくと引っ張られて抜け出せなくなったりとか、あとは滑落した時にこいつは滑落をまあバランしないようにするための道具なんですけど、でもちょっとこう滑り始めたりとかした時にこいつで止めるっていう、すごい重要な道具でもあるんだけど、ある程度のスピードを超えてしまうとこいつは凶器になるんですよね。ある程度もうスピードが出ると持ってられないんで、まず体から離れるんだけど、これがですねこう転がってる時に、これがこう体の周りでこう転がってる時に、これが行ったり来たりしてるわけですよ。そうするとこのピッケルがですねお腹とかに刺さって、で最終的には斜面の下で止まったんだけど、まあ、雪だから滑ってるだけだから、でそこで 岩とかがあってぶつかったりとかするともうそれが致命的になったりとかするんだけど、雪で滑って落ちたんだけど、まあ、ある程度こうスピードは出たんだけど、柔らかい雪だと滑落時代では致命傷を負わなくて、で止まった時にはこいつがこうお腹に刺さってて死んでしまったりとかっていうことがあるんで、ある程度のスピードが出たらこいつはもうない方がいい、もう止めれない、これ止めれないスピードが出たらこうない方がいいので、そうするとですねここにこうたすき掛けでついてるとなかなかこれを脱ぐことはできないので、やっぱり手首に持ってたりとかした方が外しやすかったりとか、でもそれよりももうない方が簡単に手元がなくなって、とりあえず使えるタイミングで話しててはもうダメなんですけどっていうケースもあったりとかするので、まああってもなくてもいいものなんですけど、一応まあ手を離した時に
落っこちていかないとか、若干このピッケルは刺さってるけど手を離してしまったけどこいつなんとか助かったみたいなケースもあったりとかするので賛否両論な感じですね。っていうのでリーシュとか流れ止めとか言ってます。通常このピッケルの流れ止めとして作られたものはその強度があまりないのでクライミングとかで自分のこう体を支えたりとかっていうのには使っちゃいけませんよっていうことになってるんで、その流れ止めとして作られてるやつは一応その人の命を預けるだけの強度がないのでそれは NG ということになるんで、そうするとそれがついてるピッケルだと例えばこのスリングとかで何か支点を作ったりとかそういうこうクライミング的な使い方ロープを使ったりとかするときにそのリーシュがあると邪魔だったりとかするんで、もともと僕はスリングを使っているし使うことをお勧めしているような感じで、しかもあまり肩掛けとかにもしなくて僕は使ってますね。っていうのがこのピッケルの名称、僕はこうやって使ってるだけです。通してない時もあるという感じです。この形によっての使い分けなんですけども、これもですねこう長さも関係してて、これさっきのアイゼンと同じなんですけどこういうことになりますね。傾斜によって使い分けをすると、昔というかそうですねトレッキングポールっていうものがなかった頃はこのピッケルはこの平らなところとか夏場でも一応持って杖代わりに使ってたと。そうすると長さが70センチとかから80センチぐらいあった方がいいぞっていうのがその頃のピッケルの選び方になります。今はトレッキングポールっていうものをこう使い分けてもっと軽くて長さ調節ができるものがあるから杖代わりが必要なところはトレッキングポールで OK と、まあこの辺ぐらいまでかな、この辺ぐらいまでだとトレッキングポール持ってれば別にバタンと倒れてもその場で何も起こらないようなところだとトレッキングポールの方が歩きやすいのでトレッキングポールで OK で、ピッケル本来の急斜面での転落していかないようなバランスを崩さないように使うためにはある程度の斜面になってきたらピッケルは必要ですよっていう、この辺まではトレッキングポールでいいんじゃないかと、まあなくてもいいぐらいですよね。でも杖がちょっとあった方がバランス取りやすいんで歩きやすいみたいな感じで使うとですね、このぐらいの斜面で使うとなるとこの70センチとか80センチはもう必要ないということで、だいたいこれで初心者というか雪山始めたばかりの時はそんなに急斜面とかもガチガチの急斜面とかも登らないので60センチから65センチぐらい、これが65センチなんですけど、だいたいこのぐらいの長さがあれば急斜面というか、まあある程度の斜面で使いこなせるということで、今は60から65ぐらいで、一昔前は70から80ぐらいあった方がいいぞって言われてたんですけど、一番最初に買うピッケルはここから先もっとテクニカルなところに行くようになったと。てくると長さはですね、2本足でこう歩けるところはヘッドの部分をこうやって持ってこの石突きでこうバランスを取っていったりとか、このズボって埋めてそれを持ってれば下向きには力かけても抜けないので、上向きには抜けるんだけどこう向きには抜けないんで、これでグリップ代わりに使って歩いていったりとかするんですけど、ある程度の傾斜がきつくなってくると、傾斜がきつい斜面についてる雪って結構硬かったりとかするんで、これ刺さらない場合があるんですね。でこの石突きが刺さらないときは今度はピックを使って刺していくと、もうこの手が届く範囲に斜面があるようなところはもうピックを使って登っていくんで、そうするとこの長さが長いと結構重いですね、結構だるいので、これは50センチぐらいなんですけど、このぐらいの長さの方がこう使うときは楽なんですよね。これちょっと危ないんで周りちょっと気をつけながら、これをこうやって持ってこう振るのと、こうやって持って振るのとの違いをちょっと回しながらちょっとやってもらって、全然こう重さが違うんですけど、周りの人も自分に当たらないようにちゃんとこのやっててくださいね。これ登山でも同じですからね、被害を被る人は被害を被る理由がありますからね。だから落石を、前の人が落石を落としたとか言って当たって前の人を攻めてもダメですからね。もう半分以上の過失は自分にありますからね、下の人にありますから。なんで石が落ちてきて当たるところにいるんだよっていうことになりますからねそこにいなきゃいいじゃんかみたいな。だ交差点の真ん中でこう止まってるのと同じですよね、横断歩道の、うん、車が突っ込んでくるところに、そこにいなくていいのに、歩道にいればいいのに、そこにいて引かれて俺は交差点の、だから横断歩道の上にいたとか言ってもダメですからねっていう違いがあるんで、そうすると急斜面を登れば登るほど長さが短い方が、この辺とかだと大体50センチぐらいとかですよね、50から55とかで、だんだんとこう急斜面がもっときつくなってくると、今度はこのグリップを持ってこうやって登っていくような感じに使うんで、そうすると大体これで48センチとかかな、あ、これ50センチですね、大体50センチで、50センチぐらいが多分一番短い、48センチぐらいもあるんですけど、まあ50センチぐらいが一番短いかなという感じで、これだんだんとこの傾斜がきつくなれば短くて、傾斜がきついところをでこう支えなきゃいけない
っていうと、ここのピックの形もちょっと形状が変わっていくと。傾斜がきつくなるとこのタイプよりもこっちのバナナピックって呼んでるんですけど、この反対側に沿ってる方が抜けにくいっていう、力がこう下にかかるんですけど、その時にこの形状だとこう抜けやすいというか、いや、こうやって持ってもこう浮かして登ってるわけじゃなくて、この石突きのところも雪の面につけてここをこう引っ張って登るんで、バナナ型の方がこう刺さった時にこういうふうに抜けにくいというか、こう逆にこう入っていく方に力がかかっていくようなバランスになってると、こうグリップを持った時に、グリップを持って上に刺してグッと引っ張った時には突き刺さっていくような感じなんですけど、これだと少しこう抜けることがあるみたいな、ちゃんと刺さってない、刺さってれば別なんですけど、こういうふうに引っ張れるんでいいんですけど、ただ氷ってなかなかこの奥までは刺さらないんで、これ本当にこのつま先じゃない、このピックの先がだけが刺さるかどうかっていう形状なのと、あとはこの先が氷にこう刺そうと思うと、こいつの方がこう殴った時にこの氷にこう角度的にね、刺さる角度としてはいい角度でこう当たってくれるんで刺さりやすいっていうか、だからこう使う時はこのバナナ型の方が有効ですよということで、形状が少し変わるという感じです。よろしいでしょうか。でもうそういうところで、ただこれはアイスクライミング用なんですけど、そういうところで使う時って石突きを使ってこう歩くっていうことがもうないので、その石突きをこうグッと刺して使うっていうことを想定してない作りな、石突きは一応ついてるんですけど、じゃあなんかグリップの、まあ、滑り止め的なグリップになってたりとかで、ここにリーシュをつけてここにコードが来るんですけど、でこれ持ち替えなきゃいけない時用にここにもう一つこう滑り止めがついてたりとかしますね。これだと工具を持ち替えできないんで、ここに体重を乗せて離すというような感じですっていうのがピッケルの違いになります。なので最初に必要なのはだいたい60から65センチぐらいのピッケルのこのスタンダードなタイプがあればいいですよって感じなんですけど、これでも最近少しカーブしてるものもあるんで、まあ、ピックの形状としてはこういうを持ってれば OK と。これ少し曲がってても OK ですね。で少し曲がってる方がこうやっぱり刺さりやすいとかっていうところがあるみたいで、こうバランスも取る時も取りやすいみたいな。でメーカーによっては少しここにこのシャフトをカーブかけてるやつもありますけど、基本的には使うよとは同じで、この見分け方としてはこの長さがですね、例えば50センチしか作ってないやつはもう基本的にはこの急斜面登るこっちのグループになると。で60センチとかこれ例えばこれで60センチなんかいらないから作ってないんですよね、もともとないので。だから60センチ以上のピッケルを買ってれば長さで選べば別に OK と。でまあ基本的に65センチぐらいが多分ちょうどいいかなっていう感じになります。でも扱いやすいのは短い方がこう取り回しはしやすいんで、まあ、60センチぐらいでもいいんですけど、60センチだとこれより5センチ短くなるぐらいか、そんな変わらないんですけど、若干のこう取り回しが楽にはなる分ちょっと短いからバランスを取るときは遠くなるっていう感じですかね。っていうので大体60から65センチぐらいを選んでれば間違いないんですけど、たまにあるんですけど、あのお店でピッケルくださいって言ったら、まあ、こういうのを勧められて、いずれ欲しくなるというか、いずれは必要になるんでっていうことなんです、いずれなるかもしれないってことなんですけど、あのこの短い方がいいよって言ってこういうのをこう買ってくる人が時々いるんですよ、登山教室とか。だからこの基礎講習やってるんですけど、最初ね揃える前にこう講習受けてもらおうと思って、結構ねお店でこういうのを勧められてこの2本買ってきたりとかする人いるんだけど、でも最初はこういうとこ歩く上ではやっぱりこの長めのピッケルの方が扱いやすい面もあるんで、60とか65ですよね。例えばこれを持ってて、あのこのだんだん急斜面とかも登るようになって、こういうのだったりとか、これはねどちらかというとアイスクライミングっていうよりは登山をしててちょっと急斜面を登るような、だから一応石突きもちゃんとその使えるし急斜面も登れるし軽くできてる感じなんですけど、まあこういうのが必要になったりとか、あの急斜面登るようになって、例えばこうピックで使うんですけど、こうやって登っていくんだけど、その時は2本やっぱりあった方がいいんですけど、こうやって2本で登っていくんですけど、これを持ってたからといって逆にこれが邪魔になることはないので、使い分けなんで、別に普通に歩く時はこの長い方を持っていくところもあるん で後々足していくような感じですかね。でこれでアイスクライミングをやろうと思ったら、燃えてきたらやっぱり これだったりとか、もっとこうもっと形状がアイスクライミングに特化したモデルとかもあるんで、そういうものをまた足したりとかでっていう感じで、もう使い分け、靴もそうなんですけど、もう使い分けをすると、一つで全部いこうというとちょっと
でもこれでアイスクライミングがじゃあできるできないかって言ったら、別にこれ昔の人はこれでやってたんで登れるんですけど、ちょっと重いとか隣の人がこういうのを使ってると、やっぱりそれで俺が登れないんだっていう気持ちになる。この道具のせいで俺は登れなかったんだ、靴が悪かったとかっていう気持ちになるんで、まあ欲しくはなると、余裕があれば買ってしまうんですよね。まあ使い分けです。だから 1,2,3,4,5 本、最終的には5本ぐらいあってもいいんじゃないかなと。どこですかね。でピッケルの場合はなくさない限りは一生も壊れないんで、これは僕もこれ20年近く使ってるんですけど、全然まだまだ普通に使えるんで、まあほぼ一生もんですよね、ピッケルの場合は。でアイゼンはやっぱり靴とのマッチングがあって、靴が変わっていくともう使えなくなっていったりとかすることがあるんで、アイゼンは意外に消耗品ですよね。削れる量も多いし、ずっと歩いてるアイゼンは消耗品です。それでも 5,6 年とか10年近くは使えるぐらいな感じですかね。よく登ってる時はこのピックを前、聞こえる？登ってる時はよくピックを前にしましょう、下ってる時はピックを後ろにしましょうとよく言われるんですよ。でこれはこのピックってこれね、この尖ってる方、このピックがとこれが石突きで、こっち側がブレードっていうのと、このブレードっていうのは石突きを変えたりとか穴掘ったりとかするだけですが、ピックはこうグッと刺す。で石突きもそうなんですけど、この石突きで、基本はこの石突きでまずバランスを取ると。でもバランスを崩してしまった時にこれを刺してこう止めるっていうのは結構しんどいんですよ。テコの力が働くから長いから力が入らないんでね。でその時はこのピックを刺した方が力が入りやすいんですよ。っていうか少ない力で自分の体を体重をこう止めやすい、スピードを落としやすいのでピックを使うんで、だから登りの時にこうバランス崩した時はこのまず石突きなんだけど、石突きでバランスが取れない時はこうピックを非常にピックは前っていうのはそういうの。で後ろ向き、後ろ向きの時はピックを後ろにしましょうって言うんだけど、後ろ向きでこうバランスを崩すと、もうこれをこうやって刺すのは無理なんですよ。まず不可能というか、これは力も入ってるし、これをもうバランス崩した時はすぐにこの状態に持ち帰れる。後ろにあるとすぐにこういう状態に持ち帰れるんですよ。これ前に持ってるとこう持ち替えなきゃいけない。ということは両手使えなきゃいけないんですよ、で後ろ向きだとこう持てるんですよ、すぐに。まあ、両手使うんだけど、この持ち替えにこういちいち手を離さなくてもいけるから、その手を離した隙にまた手を離してしまうとか、こうバランス崩してる時だからすぐにもこう持ち替えができると。こう後ろ向きに歩いてるとすぐにこう持ち替えれる、この状態を作れる。でそれと同時に体をこの雪の面に反転させて、あとはこのピックで止めるんですけど、このピックがよくあるのはこう反転してガッと刺すんだけど、この状態で刺しても、まあ、今日の雪は結構締まってるんで止まるかもしれないんだけど、ズル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 止まらないことがあって、力入んない。これだと人間の体はで、なんか力入れる時の構える姿勢こうでしょ。この状態を作って脇を締めてね、この状態で、この状態でこう体のこの自分の体重でこのピックを押して止めるような感じで、それでも止まらなければ反対側のグリップをグーッと引けば、もっとこうここの角度がついて精度をかけれるんで、一応だからこういう状態ね、こうならない、脇がこう伸びた状態にならないで、できるだけ脇を締めて止めるという感じです。ちょっとやってみます。滑らない、俺滑るなこれこれね結構ツルツルなんですよ。これはすごくこの練習にはいい本番には